こんにちは。指一本で弾けるウクレレ、今日はですね、あの星巡りの歌第2回、今日は指一本って左手のことですけれど、指一本使わずにあのもう右手でこれだけで行こうと思います。まあ、意外と、まあ、右手練習してくださいね。あの右手だけで、気持ちよく弾けるのでね、星巡りの歌、これを歌ってみようと思います。前回の動画で指一本で本当弾けるってやりましたけれど、これは星巡りの歌、このメロディーをたどっていってみると、ドとレとミとソとラしかないんですよ。夜な抜きって言って、昔の素朴な歌とかには、結構ファとシがないことが多くて、そうするとドレミソラドは、まあドで一番最初ドだから、ドレミソラ5音階しかない。そして弦はこの4本レがないだけなんです。なので、どこかの音は大体、この弦と共鳴してくれるというね、とてもいい歌ですね。それを、弾いてみようと思います。指一本使わないと言いながらね、これ僕本家の人本当やらないよなって思うんですけれど、ここに麻紐をくくりつけて首に乗っけてます。はい、重宝しております。そんなやり方で、まあ、使わないでできるかな、できるとは思うんだけどね、こういう感じで。いや難しいなやっぱり、これいいですよ。じゃあこの指も一本も使わないで、このソドミラのチューニング、それだけを活かして、まあドミソラっていうのをね、アルペジオで弾きながら歌おうと思います。まあ、これは練習してください。まあ、参考までに、3弦のドの音を人差し指、2弦のミの音を中指、そして4弦のソの音を親指で、薬指で一番下の1弦のラの音を弾くっていう感じで、これを8分の6拍子で弾きます。そしてそれで歌います。 あとこの歌はちょっと男性ではとても低いか高いかというね、歌いにくいキーになってます。まあそこら辺ご了承の上、歌ってみますので、まあ、女性向けなのかな、やってみますね。And
がでしたでしょうか。星巡りの歌、これで歌っちゃってください。じゃあ、どんどん弾いてみてください。ありがとうございました。